今回はお宅の家を冒険するバズを楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。こちらバズライトイヤー、衝撃でハイパースリープから目覚めたスターコマンド応答せよ。おっと、これは失礼お嬢さん。この星の住人は大半が女性らしい。私の他に男はいないのか。スレチかもしれないけど、ディズニープリンセスのキューポスケットのやついいな。部屋に人がいないときは円卓を囲んで話してそうで良いよね。男普通におるやんけ。こちらバズ、ライトイヤー。この星のものと思われるロボットの軍団を発見した。にしても何手多さだ。この星の軍事力はかなり強大だな。俺たちに買われた個体もバズってこんな反応してたのか。俺たちって言うけど、ごく一部の人だけだぞ。アダルトフィギュアとか厳重に隠しておかないと。気がつくと全員の身体に布が巻かれてたりするんだ。バズがもごもご言っている布を見て、誰かが捕まってると誤解して助けようとするやろな。なおその場の展開、プラモデルとかトイストーリー世界だとどうなってるのか。ランナー状態から動くのか。ランナー状態はくくりとも動かないけど、ある程度組み上げた状態なら動くとかありそう。それで中途半端に組み上げられたプラモがバズに愚痴ると。どうしたそこのロボットくん。何？組み立ててる途中でやめられて数ヶ月経った。これは困ったな。もしかすると君の開発班の技術的トラブルにより開発が難航してるのかもしれん。私の星からエンジニアを呼び寄せよう。スターコマンド応答せよ。至急エンジニアを数名よこしてほしい。繰り返す。エンジニアを数名よこしてほしい。応答がないぞ。参ったな。こちらバズライトイヤー。イカれた顔のカウボーイに遭遇した。どうやら彼はかなりの変態らしい。俺がついてるぜってそう言う。このウッディはこいつみたいな性格になってそう。動く世界でぶっかけとかしたら後でそのフィギュア泣いてそう。どうしたお嬢さん、何かあったのか。この私に話してみなさい。ふむふむ。何？君の主が変な白濁液をかけてきた？だと。もしかすると妖怪液を使うエイリアンがここにいる可能性があるな。このスペースレンジャーの私に任せなさい。そのストヤラを退治してあげよう。こちらバズ、ライトイヤー。この星のものと思われる巨大な書物を発見した。ふむ、文字の解読は可能だが私たちが読むには少し大きいな。この星には我々と同じ知能を持つ巨大知的生命体が住んでいるのか。バズに限らず、組み上げられたばかりのガンプラやアイドルのフィギュアとか、自分のことを新型の MS やアイドルだと思い込んでたりしてそう。ここはサイド7なのか。なんだあの緑色のやつは。もしや敵の MS なのか。 CV 古谷トール。わお、これはすごい。巨大戦艦まで配備しているとは。しかしここまでの兵器が揃ってるとは。この星はザーグにかなりの頻度で襲われているのか。むしろバズなら他のフィギュアからレジェンド扱いされそう。やあやあ、君たち歓迎ありがとう。私の名前を知っているとは非常に嬉しいよ。え、トイストーリーの主役が来て嬉しいだと。何を言っている。私はスペースレンジャーだぞ。君はおもちゃだって。どうやら私のことを誤解しているらしいな。なんだあれは。同じ顔をしたエイリアンが大量にいるぞ。しかも全員似たようなポーズをしている。もしかしてスペースレンジャーに似た組織なのかもしれんな。この星は非常に興味深い。ところ料理の声が脳内再生されるスレだ。だいぶ脳内再生しやすいな。なんだ君たちは。またのエイリアンか。何？私と同じ正義の戦士だと。この星の戦士は少々特徴的な外見をしているようだな。外見での判別は控えるようにスターコマンドに伝えておかなければ。なんだ君たちも先ほどのバッタのエイリアンの仲間なのか。ふむ、にしてもかなり特徴的なスーツを着ているな。まるでカーニバル会場に来た気分だ。初で、君たちがさっきから言ってる平成ってなんだ。何かの暗号かね。こちらバズ、ライトイヤー。やけに渋い感じのロボットを、に遭遇した。スターコマンド、彼は敵なのか味方なのか。データがないかそっちの万能データベースで調べてくれ。彼は一体何者なんだ。
キリコの声で喋るスコープドッグか。良いな。ミキシングとかパーツ流用してる人のジャンク箱はシドのやつより魔境になってそう。ガンダム野郎でダイノウマルが誕生したのと同じ経緯でプラモやガングたちが自分でミキシングした機体がいそう。つまりこういう機体も。ジャンクの入った箱がおもちゃたちからマウンテンサイクルとこがてるんだ。おっとすまない。どうやらレディを怒らせてしまったようだ。それにしてもこの星の女性はなんというか、強烈だな。縁ができた。こちらバズ。スターコマンド。この言葉の意味を求める。なるほど。オゾウさんの名前はゴーライというのか。私はバズライトイヤー。これからよろしく頼む。それにしてもこの星は女性も兵士も結構いるんだな。我がスペースレンジャーも見習わなければ。こちらバズ。ライトイヤー。どうやらとんでもなく危険な惑星に不時着したらしい。至急救援を求む。下段が危険すぎる。怖い見た目でも根は優しいのいいよね。こちらバズライトイヤー。現在、現地の巨大生物と遭遇。なんという大きな生命体だ。一体どのような体組織で構成されればあのようなサイズになるんだ。こちらバズライトイヤー。スターコマンド、未知の惑星に不時着した。どうやら車から動物まであらゆるものが現地機械生命体による擬態のようだ。至急応援頼む。こちらバズライトイヤー。この星のものと思われる拳法の達人に遭遇した。にしてもそこの君は半裸で寒くないのかね。力が溢れる高まるだって。言葉の意味はよくわからんが体内に特殊なエネルギー機関が備わってることはわかった。お宅の家なら、マードウィツキャラのフィギュアとか大量にあるわな。こちらバズライトイヤー。現在エイリアンの巣窟に侵入してしまったようだ。現在応戦中。救援頼む。この星は思った以上に危険な奴らの溜まり場みたいだ。こちらバズ。ライトイヤー。光り輝く部屋に閉じ込められてしまった。至急応援を求む。スターウォールさんの部屋だとダースベイダーとストームトルーパーが例の曲かけながら歩き出すのだろうか。例の、私がお前の父なのだ、の流れも律儀にバズとやりそうだな。ルークのフィギュアもあったら、ルーク、僕のパパだぞ。バズ、いいや私のパパだ。ベイダー、これが私の欲しかった幸せなんだと泣いてるって感じで面白いことになりそう。逆にフィギュアじゃなくて変身ベルトとか武器のおもちゃばかりの家もあるよな。こちらバズライトイヤー。現在巨大なケーキ類らしきものが敷き詰められた部屋に到着。調査の結果、それぞれの機械に特定のメダルカードカートリッジ等をはめ込むと様々な音が出ることが判明した。スターコマンド至急データの登録頼む。ムー、それにしてもシャバブリタッチ変身やらタカトラバッタだの騒がしいな。何かの暗号なのだろうか。このスレ見てバズのプラモデル買ってきた。ぜひ未開の星君の部屋でバズを冒険させてくれ。こういうのも動くのかな。こんなのが動いたらむしろナイトミュージアムっぽいけど。ここまで行くとおもちゃではなくなるだろうからないと想像している。さすがにここまで来たら動かないんじゃないかな。でかすぎて目立つし。NG 数でこのポールでいるの疲れるんだよねとか愚痴ってそう。